ひろみちお兄さんという愛称でおなじみ元 NHK お母さんと一緒の体操のお兄さん、佐藤ひろみち、佐藤ひろみち、さん。綺麗な妻と噂される女性と結婚をしていますが、以前は結婚の事実は非公開でした。若い頃から運動神経が抜群だったそうです。2024年現在の活動や自宅はどこなのかなどについてお伝えしていきます。佐藤ひろみちのプロフィール、愛称、ひろみちお兄さん、生年月日、1968年7月14日。出身地、東京都新宿区。最終学歴日本体育大学体育学部卒業、弘前大学大学院医学研究科博士課程修了。所属事務所太田プロダクション、牧師、佐藤ひろみちの妻は人生に大きな影響を与えた。昔は結婚を非公開にしていた。若い頃から運動神経が抜群だった。佐藤ひろみちの現在、2024の活動。佐藤ひろみち、自宅の場所は都内。佐藤ひろみちの妻は人生に大きな影響を与えた。NHK お母さんと一緒の10代目体操のお兄さんを務めた佐藤ひろみちさん。今でも、ひろみちお兄さんと呼ばれ、テレビや体操教室そして大学特任教授として活躍をされています。お母さんと一緒の歴代の体操のお兄さんの中でもかなりの人気を誇っていた高堂さんですが、ここまで彼を有名にした裏には妻の存在がありました。今回は、ひろみちお兄さん、こと佐藤ひろみちさんの妻について調査をしてみましょう。高堂さんの妻の名前は佐藤久美子、佐藤久美子さん。芸能活動はしていませんが、とても綺麗な方だと評判です。生年月日は詳しく公表されていませんが、高堂さんとは大学の同級生ということなので同じくらいの年齢だと思われます。日本体育大学の体操部出身です。お二人は大学3年生くらいから交際をスタートさせているようです。高堂さんがお母さんと一緒の体操のお兄さんになったきっかけは、交際中だった久美子さんの勧めが大きかったと言います。大学卒業後の進路は教師になるつもりだった高堂さん。教員採用試験に落ちてしまい、卒業後はプールの指導員や運営の補助、スポーツのインストラクターなどをしていましたが、父親が病に倒れて実家の家業である焼き鳥屋と継ぐことになっていました。そんな時に久美子さんがお母さんと一緒の体操のお兄さんのオーディションがあるから受けてみるといいと高堂さんに勧めたそうです。当時久美子さんは NHK テレビ体操のアシスタントをしていたのでオーディションがあるという情報を持っていたようです。彼女の勧め通りにお母さんと一緒のオーディションを受けて見事に合格した高堂さんは10代目の体操のお兄さんとして1993年4月から2005年4月まで活動をしました。お母さんと一緒に出演してから2年後には2人は結婚をしています。久美子さんは2024年現在は高堂さんが代表を務める落書きっ子体操クラブの運営のサポートや高堂さんのマネージャーとして講師ともに夫の活動を支えています。昔は結婚を非公開にしていた。今でこそ結婚していることを公表している高堂さんですが、過去には結婚の事実を非公開にしていた時期がありました。高堂さんは、お母さんと一緒に出演して約2年が経った1994年11月5日に大学時代の同級生の久美子さんと結婚をしています。
11月5日は、いいご縁の日、ということで、この日に結婚をしたようです。初々しい結婚写真を自身の SNS で公開していました。とても喜ばしいことなのですが、ある理由で結婚の事実を隠さなくてはいけませんでした。その理由というのは、お母さんと一緒に出演するにあたり NHK から提示されたいくつかのルールにあります。ルールの中の一つに就任中は私生活について一切公表しないというものがあったそうです。そんなこともあり、高堂さんが結婚をしているという事実は番組を卒業するまでの10年間は伏せられていました。卒業するまでの間には息子が2人も誕生していて、幼稚園の運動会などもあったそうなのですが、普通のパパとして変装をすることもなく見に行っていたそうです。その時代はスマートフォンや SNS なども普及していませんでしたし、今ほど神経質にならなくても情報が流出してしまう心配はなかったようですね。今の時代だったらたちまち結婚をしていることや子供がいること目撃写真などが拡散されていますよね。お母さんと一緒の時代、ひろみちお兄さんは子供やその母親たちから絶大な人気がありましたので、卒業後に実は既婚者だと分かってショックを受けた人も多かったのではないでしょうか。夫婦はとても仲が良いことでも有名です。毎年、結婚記念日には高堂さんが夫婦で祝った写真などを SNS で紹介しています。ハートのピザでお祝いするほどの熱々のお二人のようですね。若い頃から運動神経が抜群だった。東京生まれの佐藤博道さん、幼少期からとても活発で負けず嫌いな性格だったそうです。幼稚園の時にハスで柔道を始めていました。高堂さんが小学2年生の頃にモントリオールオリンピックが開催されています。テレビでオリンピックの様子を見ていた高堂さん。強い衝撃を受けたのが日本男子の体操競技だったそうです。仮面ライダーのようでかっこいいと当時の高堂さんは感じたと言います。競技をしていた選手の名前の後には日本体育大学と書かれていて、日体大に行けばあんな風になれると思い、その頃から日体大に行くと決めていたそうです。また、競技に魅了された高堂さんは体操教室にも通い始めていますが、小学生ではオリンピック選手のような競技を教えてもらうことができず、一人砂場でバク転を練習をしていたそうです。中学校になると、学校に体操部がなかったためにソフトテニス部に入部。区の大会で優勝するほどの腕前でした。運動神経がとにかく良かった高堂さんは他の部活からも重宝がられ、様々な部活のピンチヒッターを頼まれたと言います。また、部活以外では地元のトランポリン教室に通い日体大生からレッスンを受けています。何の競技でも大会に出場すると賞が取れるほどの抜群の運動神経を持っていました。高校は日本体育大学荏原高等学校に進学しています。念願の体操部にも入部することができました。しかし、宙返りの練習中に頸椎を損傷するような大きな怪我を負います。3ヶ月も学校に通えないほどの事故でした。そんな大きなアクシデントに見舞われながらも競技には復帰をして、すり輪競技で東京都6位に入賞。プライベートでは18歳でファーストキスをしたとテレビで話していました。
部活一筋の高校生活だったのですが、部活を引退した18歳の時に集中力がプツンと切れて少し遊びモードになった時期があったと言います。高校卒業は念願の日本体育大学体育学部に進学。オリンピック出場を夢を見て日体大に入学はしたものの高校時代に負った頸椎の怪我によりオリンピックを目指すことは断念しています。大学時代は体操部、徒手体操という団体競技をする部に入部。教員免許も取得しています。大学卒業後の進路としては教員を目指しましたが、教員採用試験で不採用。公営プールでの指導員やスポーツクラブのインストラクターをしていました。その後に高堂さんの父親が倒れたために、父親が経営していた焼き鳥屋を継ぐことに。しかし、同時期にお母さんと一緒の体操のお兄さんのオーディションに合格をし、その道に進んでいます。佐藤博道の現在、2024の活動。NHK、お母さんと一緒の第10代体操のお兄さんとして人気を博した佐藤博道さん。2024年現在はどのような活動をされているのでしょうか。かなり幅広く仕事をされているようです。まずはタレントとしてテレビ出演をしています。体操のインストラクターとしても活動。また、弘前大学医学部学部長講師、朝日大学客員教授、大垣女子短期大学客員教授もしておられます。その他にも沖縄県の観光大使を務めるなど、活動の幅がとても広く充実した日々を送っていることなどが自身の SNS で紹介されています。佐藤博道、自宅の場所は都内。佐藤博道さんの自宅はどこにあるのでしょうか。調べてみたのですが、詳しい自宅の場所などは明かされていません。ですが、東京都新宿区出身であり、仕事も東京を中心に地方を回られている高堂さん。そのため、都内に住んでいるものと思われます。ズバリ住んでいる場所は不明ですが、妻の誕生日を自宅で祝った様子などは SNS には投稿されています。